賞を取らせてあげたい。捕まるレベルの速さ。そんな速くない。ハンドルまっすぐ、あ、左、ちょっと右に行きろ、ちょっと右。ビオちゃん、どうも、カサコです。トモです。リオです。ありがとうございます。さあ、今日なんですけども、はい、トモさんの持ち込み企画ということで、ありがとうございます。お願いします。今回の企画は、リオちゃんに免許を取らせてあげたい。そうなんですよ。はい、まあ今ね、トンボから言ったのは、はい、取らせてあげたいということなんですけども、はい、まあぶっちゃけた話、うん、取ったらいいんじゃないんですかっていう話なんですよ。まあそうですね。でも、まあ僕もちょっと軽く聞いてるんですけど、はい、一個問題があるんですよね、なんか。そうなんですよ。うん、まあ免許と言ったのは、まあ車の免許です、もちろん。はいはいはい、はい。はい、で、リオちゃんもともとはそんな取る気はなかったんですけれども、うん、最近免許がちょっと取ってみたいかなっていう気持ちになってきた。いいですね。そうなんです。嫁会で、はい、3人で喋ってる中でもなんかそんなような話になって撮ってもいいかもなみたいな気持ちにもなってきたんだよね、リオちゃんがね。あ、きっかけがそういうことやったんですか。うん、うん、あ、違った。ごめんなさい。ごめんなさい。全然違った感じだったの。あ、違ったんだって。それ違うんだって。え、何今の。めっちゃおもろいねんけど。めっちゃおもろかってんけど。それ違ったんだったっけ。うん、そんなことではなかったんだ。きっかけ何やったっけ。聞いていいですか。俺トンボからそう聞いてたんです。なんか俺もそうやって解釈してたんですよ。、うん、一番のきっかけは、うん、トンボさんが車を買っていろんなとこに連れてくれるんだけど、うん、あんまり長距離ドライブがしたくないって言って、うん、いて、私がもし運転変われれば、ね、うん、もっといろんなところに2人で行けるのになっていうのが最初。お前それ全然違ったわ。じゃあほんで多分聞いてたでしょこれ。もう聞いてた聞いてた。お前最悪。最高の理由やん。最高の理由。なんだ俺、どこでその話に俺なっちゃったんだろう。おそらくその話もしてて、うん、プラスアルファでリオちゃんが今日3、4名で楽しかったんだよって、うん、こんな話もなったんだ、また一つ撮りたくなったわっていう話。ああ、そうそうそうだ、そうそうそう。なんでお前のさ、脳みそってロケット鉛筆の方式。おい、あ、また一個出た。また一個出た。めっちゃおもろかったけど。ごめんなさい、本当に。まあ、なんせ免許が取りたくなって。なんせでまとめんな。まあ、なんせじゃねえよ。免許が取りたくなってきたんですよ。素敵な理由やな。素敵な理由でしょ。トンボ旦那をちょっとでも楽にさせたいし、より自分も遠くに行けるしっていうところがあったっていう。はい、ただただなんです。はい。リオちゃんには、免許取りたくても取れない一つの理由があるんですよ。そうみたいなんです、はい、それはリオちゃんのトラウマによるものなんです、うん、そうらしいんですよ。実はあるトラウマがあって、はい、そう、一歩踏み込めない、うん、踏み込めない免許に、免許所得に。そう、それちょっとリオちゃん聞いてもいいですか。どういうトラウマがあるのか、うん、はい、小さい頃なんですけど、うん、小学校低学年ぐらいの時に家族で遊園地に行って、うん、ゴーカートに乗りたいっていうことになったんですね、うん、まあ結構子供の時にみんな好きやったんですよね。そうそうそう、うん、で、なんか私は結構運動もできるような気がしてたし、うん、自転車とかも乗るの早かったし、うん、なんかゴーカートすごい得意なんじゃないかって思って、うん、おじいちゃんと一緒に乗ろうって言って二人で乗ったんですけど、ワクワクしてますよね、うん、で、いざ私が運転を始めたら、うん、もうみんながガーってサークルを回ってるのに対して、うん、私だけもう一切曲がれずにドーンっていう風に壁に積んであるタイヤに突っ込んでしまって、まあ一応安全なものですけども、ま、うん、ね、っすぐ行っちゃった、ま、うん、っすぐ行っちゃったんだよ、はい、うん、で、そこからもう一切動けず、うん、もうどうやってももうそこから抜け出せなくって、うん、で、兄弟はもうただもうサークルをこうやって回ってるし、うん、周りの子供たちもみんなうまく運転してる中、私とおじいちゃんだけがずっとそこにいて終わるみたいな。最後まで終わっちゃった。はい、うん、その記憶があって、もう二度と運転はできないなって思っちゃったんですよ、ね、なるほど。そのもうまだ小学校ちっちゃかったけども、うん、その記憶が鮮明に覚えてるんだ。覚えてます。恥ずかしかったって
ていうのがとにかく俺ね、うん、それほんまでかいと思うね。あ、恥ずかしかったという思い出が、人ってそれぞれいろんなトラウマってあると思うね、うん、あるね。でも結構それってちっちゃい時のことやったりするね。俺なんかで言ったら全然違いますけど、はいはい、よく言いますけどわさび食べれない。ああね、俺あれもう知らずに食べて、ちっちゃい時、それも小学校1年生ぐらいに、うん、食べちゃってそれがトラウマで食べれなかったですもん。ああそうか、そうそう、パクチーもそうだ、ね、あ、パクチーもそうだ。あ、パクチーもそうやった。そうですよ、あのスイカの種と間違えて食べて、それがあのカメムシだったっていう。もうそれがね、そっからパクチーもう一回繋がんないから なんでパクチーなんの。いや1個飛んでる。じゃあそうか、1個飛んでるんだけど、そのあん時のカメムシの味、匂いがちょっと似てるから、そうだから、それもちっちゃい時でしょ。ちっちゃい時ですよ、めちゃくちゃ。そうなんで、でもとにかくなんで食い物ばっかりやろ。そう、それで俺はなぜスイカの種を食べようとしたのか、そこからちょっと引っかかるんですけどね。確かに、もうスイカなんで食べようとしたんかな。でも分かる、ちっちゃい時って何でも興味がね、そう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 、どんな味するんだろうなっていうところで。そう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 、まあ、まあ、とにかく何が言いたいかというと、ちっちゃい時に起こったことって結構トラウマになりがち。そうそうそう。で、リオちゃんの中ではひょっとしたら視聴者さんの中で、うん、それぐらいかって思う人もいるかもしれない、うん、けどリオちゃんにとでかかったんですよね、その大きかったですね、うん、で車を運転するってなると、うん、誰かを傷つける可能性もある行為じゃないですか、はい、だから私は絶対にもうこの人生では運転はできないっていうのを決めつけてきました。そういうことですよね。でなんか聞くところによると、うん、ゲームセンターとかでね、こう車のゲームあったりするじゃないですか、うん、例えばマリオカートとかそういうのあったりすると思うんですけど、うん、それもなんかできなくなってると、うん、できないですね。それもちっちゃい時には挑戦してみたことあるんですけど、うん、ゴーカートと一緒で、あのみんなと同じコースを走れず、もうまっすぐ行ってしまって自分がどこにいるか分かんないまま終わるみたいな。そういうことなんや。そうなんや。だから、うん、本来リオちゃんって器用や、うん、そう、器用な方だからイメージですけど、うん、運転も器用にできそうや。そう、でもトラウマって怖いね。怖いのよ。もうその時におじいちゃんと一緒に乗ってた、まっすぐドーンってなっちゃった、動けない、恥ずかしい、無理だ、私はもうできないんだ運転っていう時点で、うん、頭の中から、うん、ハンドルを曲げるっていうプログラムがなくなってしまった。あー、でもそういうことか。そういうことなのよ。もう曲がるプログラムがもう入ってないんだ。入ってない。もうこうなのよ。だからゲームセンター行っても曲がれない、うん、そうなんだ、カーブ曲がれないんだっていうことなんですよね、はい、おじいちゃんはその時助けてくれなかったんですか、なんかこう大丈夫大丈夫みたいな、うん、確かにね、店員さんとか、うん、まあおじいちゃんはなんかとほほーみたいな雰囲気で隣にいてくれました。あ、なるほど。そうか、だから優しいおじいちゃんでもあると思うね。まあまあそうね、変に大丈夫か大丈夫かとかじゃなくて、うん、まあまあしょうがないよみたいな、そんなこともあるよねっつって、うん、っていうのもあったっていうことですよね、はい。でも、うん、そんなリオちゃんがやっぱりトンボと出会い、はい、結婚し、車に助手席に乗り、うん、3、4名で話し合ってる中で、うん、強く思い始めた、うん、そうですね。なんかこういう話もそれこそ嫁作さんとか常嫁さんに言ってたんですけれども、うん、なんか意外とできるかもよみたいなお話をしていただいたことがあって、うんうん、なんかそこから自分の中でいろいろ想像して、なんかずっと決めつけてたけど、うん、もしかしたら運転する人生っていうのもあるのかもしれないって急に思い始めました。いいですね。だから、うん、20年以上を、はい、もうハンドル握っていないみたいなことってことですもんね。そうですね、うん、そう、そうなんで、この話をトンボが聞いて、はい、僕に言ってきたよね。そうです、うん、ぜひリオちゃんにこう免許を取らせてあげたい、うん、だからこのトラウマを克服すべく、うん、もう一度リオちゃんにゴーカートに挑戦してもらいたいという。そういうことでございます。でですよ、はい、まあ、ゴーカートいろいろいろんな場所にありますけども、うん、今回なんとですね、はい、いつもお世話になっている読売ランドさんに、読売ランドさんお願いしたところ、はい、撮影許可いただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。いつも。そうなのよ。だからゴーカートあるんで、はい、そこで、うん、まあ、トラウマ克服をしていただきたいなと思って、はい、この後今から行くから、はい、大丈夫そうです。怖いですか、やっぱりまだ乗るってなると。怖いですね。怖いですよね。多分うまくいかないんじゃないかって思ってます。そらそうですよ、今の段階では。そらそうなの。でもね、今回、はい、いきなりじゃあリオちゃんトラウマ持ってるのにもかかわらず、うん、一人でじゃあ行ってらっしゃい頑張って、こうじゃございません、はい、読売ランドさんのゴーカート二人でも乗れんのよ、はい、で一人でも乗れたりするのね、うん、だから最初はやっぱり一番横にずっといる、そばにいるトンボ、はい、二人で乗ってもらおうかなと思って。じゃあだいぶ安心じゃないですか、はい、任しといて。
俺が助手席でちゃんとこうサポートするから、リオちゃんのドライブを。いける？いけますよ。トホホやめてよ。まっすぐドン、トホホ。これはしません。よりトラウマになると思う。やっぱりダメなんだが一番ダメだ。確かに確かにね。あの時の映像が鮮明に見られてる。トホホ、だからごめんなさい。チュッチュッチュッ。リオちゃん、俺手の子に今キスされたんですけど。紳士でしょ。距離感どうなってんの。すいません。もうね、今当たってお前ビクってなってて。すいません。すいませんじゃないよ。頼むよ。そう、これね、うん、ぶっちゃけそうか、一番大事なのここやと思うね、うん、確かにね。リオちゃんはどう考えたって絶対ビクビクなると思うね、うん、まあそうですよね、はい、もう怖い、ひょっとしたら鮮明に出てくるかもしれない、うん、確かに。でもやっぱそこでおじいちゃん B が誰がおじいちゃん B や。誰がおじいちゃん B なんですか。やっぱりそこで落ちて大丈夫だよリオちゃんって。お前焦っちゃダメだよ。確かにそうですね。そうそう、もうトンボが焦るとリオちゃんパニックになるから任しといて。リオちゃんそこはもう木村拓哉さんになってくる。ああそうですね。そう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 、そうしますわ。もうブレーキとね、はいはい、アクセル、はい、間違えても、はい、ダメだよリオちゃんって言ったと、リオちゃん絶対だ、カピーンってなる。ああ絶対ダメだ。間違えたら、はい、ちょ待てよ。ぐらいの、ちょ待てよ、あ待てよと、ちょ待てよリオちゃん、ちょ待てよで、これぐらいの温度だとリオちゃん、どうしたってなる。ああそうか、だから優しく、ちょ待てよ、そうそうそう、あそっちよ、プイーとかなって当たるんだ。そうなりがちだから、俺もどっちかというと。そう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 、なるから、うん、まあ、めっちゃ大事。わかりました、ちょっと頑張ります。僕もそうです、大事ですね。でも本当に心から俺もリオちゃんに免許取ってもらいたいなって。そう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 、思ったりするし、うん、なんかもしも免許取れてね、はい、ね、あったらうちの嫁と常嫁とリオちゃんで、うん、車でドライブとかもこう最高じゃん、できたりも楽しそうだな、するわけじゃないですか。だからなんか心から応援してるんで、今日は本当に克服できるまでじゃないですけど、はい、まあ、無理はね、せずにね、うんうん、なんですけども、できたらいいなと思ってるんで。そうですね、ちょっと行きますか。じゃあ頑張るよちゃん、今から読売ランドへ行って、よしゴーカートに乗って、よし克服して免許取りましょうよ。よっしゃ、オッケー、行こう、行きましょう、せーの、オーダーシャス。さあ、というわけで読売ランドさんに到着しました。やったー。いやー、いつもいつもありがとうございます。ありがとうございます。もうしかも今日は絶好の、いや、ほんとゴーカート日和。ゴーカート日和よ、リオちゃん。トラウマ排除日和ですよ。いや、ほんとにそうだ。これだってもしも雨降ってたらドヨンとするやん。確かにそうだわ。そうでしょ、ほんとにそうやわ。でもちょっとまだやっぱりリオちゃんが緊張してるかも。そう、ちょっとね、硬い。どうですか、まあ、移動してきましたけども、今の気持ちは。緊張してます。緊張しますよね。緊張するか。だって現状、うん、曲がれないんだもん。まあそうなんですよね。曲がるという、うん、プログラムが組み込まれてない人だから現状ね。現状でもね、リオちゃん、うん、まあ、オープニングでも言ってるかもしれないですけど、はい、トンボがいるんで。そう。おー大丈夫。あの時のおじいちゃんに見えてんじゃない。あ、違う。大丈夫、今回俺はちゃんとアドバイスするから。そうね、やっぱりなんて言ったってトンボは車を普段運転してるから。そうですよ、ね、本当にこんな安心材料ないですよ。はい、ごめん材料とか。いや全然、ごめんじゃがいもみたいに言うて。そんな風に思ってないんですよ。聞こえてないんですよ多分。材料って言うて思ったから、じゃがいもみたいに言ってんなってなってないんですよ。なってないから大丈夫ですよ。いやー、まあでもほんまに応援してます。いや本当にね、今回のこのゴーカート、うん、だいぶリオちゃんにとってもすごいターニングポイントになると思うんで。そうだね、うん、はい、じゃあ行きます。行こうよリオちゃん。横でちょっとトンボさんにカメラを回してもらうことに。はい、わかりました。まあ直前まで我々ついていきますんで。お願いします。教えてあげてね。わかりました。今ハンドル彼女切れないから。そうですね。そろそろ曲がるポイントだよっていうのを教えてあげないと。そうそうそう、はい、わかりました。じゃあ行きましょうか。はい、はい、さあ、はい、今ね、うん、こう一緒にお客さんと並ばせていただいてて、はい、いよいよ次が、はい、トンリオです。そうです。ちょっとね、手巻いて、これ安全、ね、はい、大事だから、はい、トンボ取って。はい、僕が撮影させていただきます。リオちゃん、顔カチカチやねんけど大丈夫、リオちゃん大丈夫、信じて、はい、頑張ります。いけるから、はい、いけるいける、あなたはできる。できる、はい、できる。頑張って頑張って。アクセルとかわかるよね。わかりません。
オちゃん、初手カーブがあるから気をつけてね。もういいの？もういいの？アクセルと OK、 右足アクセル、左足ブレーキです。大丈夫？右足アクセルだけ踏んでいきます。はい、はい、ブレーキ頑張れ、頑張れ、リオちゃんカーブね、カーブ、ハンドルを動かして、ハンドルを、ハンドルを動かして、リオちゃん待って大丈夫大丈夫、落ち着いて、落ち着け落ち着け落ち着け、大丈夫だからね、ゆっくり、大丈夫、まっすぐまっすぐ、オッケーオッケー、大丈夫よ、うまいうまい、リオちゃん大丈夫大丈夫だ、まっすぐまっすぐ、待って、うん、大丈夫大丈夫、大丈夫だよ、止まりたい、止まれる止まれる、赤いの踏むと止まれるから、で左に曲がっていこう、リオちゃん、うん、こっちにこう曲がっていこう、いける？オッケー、うまい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 。めっちゃ速い、どうしよう、大丈夫、速くない速くない、こんな速さじゃなかった、みんなうん、みんなこんな速さじゃなかった、みんな速かったよ、これぐらい、ちょっと待って、うん、めっちゃ速くない速くない、速くない、リオちゃん、ハンドル動かそう、分かった、左に、うん、なんか両足踏んじゃってる、うん、大丈夫、まっすぐね、めっちゃ速い、速くないよ、そんなに、ゆっくりで大丈夫、ゆっくりで大丈夫、捕まるレベルの速さあそんな速くない、まっすぐね、リオちゃん、ハンドル動かさなくていいから、分かった分かった、ハンドル動かしちゃってごめんよ、大丈夫、ゆっくりハンドル動かそう、リオちゃん、落ち着こう、落ち着こうが一回ね、うん、大丈夫だから、さあ、今ね、はい、途中でここ見れるところがあるんですよ、はい、多分あっちから来るんですけど、はい、どうなんやろな、ね、最初やっぱりスタート不安そうやったな、そうですね、ただやっぱりあんまりリオちゃんに不安にさしたらあかんから、うんうん、俺今まで言わんかったけど、はい、教えるのがトンボってな、いや、あ、言っちゃいます、トンボはトンボでテンパるやん、多分、そうですね、教えるの苦手なタイプやん、あ、そうですね、そうそうそう、そっちか、俺そっち、あ、どういうこと、運転下手な方かと思ったダブルやな、はい、確かに、はい、運転そんな上手ないしな、そんな上手くないですよね、ちょっと待ってください、はい、今これアナウンスされてるんですよ、はい、なんか車が一台止まってるっぽい、そうですね、これもしかしてリオちゃんに対してのアナウンスちゃう大丈夫か、大丈夫か、リオちゃん、リオちゃんまっすぐまっすぐ、リオちゃんアクセル踏もうか、アクセル踏もう、オッケーオッケー、アクセル、今ね言ってくれてるからアクセルで足を離していただいてってね、あーなるほどね、オッケー、大丈夫大丈夫、うまいうまいうまい、あ、来た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 、結構ぶつかってる、オッケーオッケー、あーリオちゃんまっすぐまっすぐ、まっすぐ、うん、まっすぐ、ここはもうまっすぐ、リオちゃんトンボー、ガイサックと、ほらみんな、みんな応援してるから、頑張れ、大丈夫大丈夫大丈夫、頑張って、まっすぐね、ここはまっすぐ、かわいいな、はい、ほっこりしましたね、何回もいけてそうじゃない、ねえ、さっきのアナウンス何やったのな、はい、でも結構同時に何台も走ってるから、はい、リオちゃんじゃなかったかも、で、もうちょっとしたら左に曲がるカーブが出てくるから、リオちゃん、どうした、待って、うん、冷静にやらせて、うん、足をやって、うん、右足アクセルでね、アクセルやって、うん、やりながらハンドルを回すんだよね、うん、そうそうそう、ちょっと、うまい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 、うまいよ、ちょっと曲がりすぎ、オッケー、ハンドル戻して、オッケー、早いね、早すぎるな左に切る、え、ハンドルちょっと戻す、はい、オッケー、ハンドル切る、左、オッケーオッケー、うまいうまいうまい、
ちょっと戻す、戻す。上手くなってきたんじゃないの？なんか教えてくれんのか。ハンドル左に切る。ハンドル左に切って。ハンドル左、左、もっと左。オッケーオッケー。涙が出てきた。はい、まっすぐ。ハンドルまっすぐ戻そう。オッケーオッケー。ハンドルまっすぐ。あ、左。ちょっと右に切ろう。ちょっと右。左とか、右とか言うじゃん。ちょっと右。ちょっと右。ブレーキを踏んでるって。ちょっと右ね。ちょっと右ね。ちょっと右。オッケーオッケー。ちょっととかさ。まっすぐ。リオちゃんまっすぐ。まっすぐまっすぐ。両方離してよ、マジで。オッケー、リオちゃん、ナイスラン。ナイスラン。はい、ブレーキ、ブレーキ。オッケー。終わった。リオちゃん、泣いて。あー、もう降りて。リオちゃん。お疲れ様です。あれ？お疲れ様です。あれ？なんか、顔が硬いな。お疲れ様です。お疲れ様でした。どうも大丈夫ですよ。じゃあ、ちょっとカメラで撮ってみます。はい。どうしました？どうでした？あれ？え？なんかあんまあの頃と変わってなかった。え？どういうあれ？トラウマは克服はちょっとね、やっぱりね、このスピードの速さと、はい、あとやっぱこの。ハンドルがやっぱ操作がちょっと難しかったみたいで、まあ僕も言ってはいたんですけど、はい、なかなかちょっとね、そのうまく伝わらずっていうところもあって、ちょっともう途中コース上に完全に止まるっていうこととかも、あ、やっぱり、はい、実は、はい、僕たちもそこで待ってた時に、はい、あるアナウンスが流れたんですよ、はいはいはい、あの止まらないでください的な、はい、左ブレーキで右アクセルですよみたいな、はい、あれリオちゃん、はい、あれリオちゃん、リオちゃん、リオちゃん止まっちゃった、止まりました。それでもぶつかってとかではないもんね。ぶつかってとぶつかってではないです、ね、うん、ないです、うん、もうすごく焦ってしまうなんか、すごく焦ってしまうんですよ、はい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 、でめちゃくちゃ速いし、とにかく、はい、そんな速い？いや、そんな速くはないんですよ。でもリオちゃん的には速く感じるんだ、うん、めちゃくちゃ速くて、はい、で、ハンドル切って左、右とか言われると、はい、この速すぎるっていうパニックと、うん、プラス手も動かさなきゃみたいなので、うん、なるほど、なんか全部やっちゃってブレーキもやりながらアクセルも踏みながらハンドルも左右に動かすみたいなことになってました、うん、なるほど。トンボがダメですね。これ俺がダメだったかもしんないっすわ。でもリアルに後半の方がちょっと指示がうまくいってたな多分。いや後半うまくなった、なんかすごい分かりやすかったんですよ。私もやっと状況が来たんだ、なんか分かってくるようになって、うん、なんか最後ギリギリでちょっと強めのカーブが来た時に、リュウさんハンドル左、右、左みたいな、うん、どっちか分かんないことを言われたっていうのも、うん、ちょっとやっぱりね、そのおじいちゃん化してたかもしれないじゃあお前がしっかりしないと。そう、僕が大事だってことは分かってたんですけれども、リオちゃんも本当にね、アクセルもブレーキももう本当全部全部押してたみたいになってたんですよ。両足で？はい。足ピーンってなってたと思う。もう全種類押してたみたいになってたし、なるほどね。そこまでだとは僕もちょっと思わないところもあったんで、分かった俺。うん、これ本当は。うん、2人で乗りました、はい、このあとリオちゃんに1人でも乗ってもらおうと思ってたんだけど、うん、もう1回行こう。もう1回ですね。もう1回2人で、うん、そっちの方がいいかもしれない。リオちゃん的にどうですか？もう1回乗りたいです。ですよね、はい、トンボで大丈夫ですか？はい不安そうやなでお前が焦ったらダメなんや。そう、僕右左右左なんていうとこなんかないんだから絶対に。そうですね、ここゆっくり左に回してとか。ちょっとこれ僕がダメだったかもしれないです、うん、はい、もう一回行きましょう。もう一回チャレンジさせてください、はい、お前な、嫁こんな顔にさすなお前ごめんね、下手くそで
リオちゃんも途中本当もうとんでもない顔になってましたから。マジで。でも1回目とは違うと思う。うん。落ち着いて。そうだね。そうですね。もう一回行きましょう。もう一回行きます。はい、よし、リオちゃん。はい。まもなく、もう一回目の、ドライブ。もう一回目。もう一回目の、二回目の、二回目のドライブ。うん。どう？後半はね、正直、うん、なんか整理できてきたの。なるほど。あの感じをまだ体が覚えてたらいける。オッケー。ただやっぱこうやって目の前に今また近くなってきたじゃん。うん、そうなるとちょっとだけこの音とかでちょっとだけパニックになりそうな自分がいる。なるほど。でも大丈夫、落ち着いて。俺も今回はちょっともう少し冷静にアドバイスしていくから。さあ、はい、いよいよ2回目ですね、はい、いやこれやった方がいいよ。そうですね、マジで克服してほしいから、うん、頑張って、はい、頑張れ。じゃあコース内ではブレーキは使わないです。右足アクセル全開で。わかりました。はい、どうぞ。じゃあ行ってきます。行ってきます。ゆっくり右、ゆっくり右、ゆっくり右、ゆっくりができる。右、右、オッケー、うまい。いい感じ、いい感じ。戻して、ゆっくり右、もうちょっと右、オッケー、戻そう、戻そう。待って待って、ちょっと左、まっすぐ行こう。うまい、うまい、うまい。スズメだと思った今、どうしよう。スズメいない、大丈夫。ゆっくり左、ゆっくり左にやりながら、もうちょっとアクセル踏もうか。はい、はい、もうちょっと左で、で、ハンドル戻す。オッケー、戻そう、戻そう。あー、もう大丈夫、大丈夫。ゆっくり左に、オッケー、オッケー。あー、こすれた。大丈夫、大丈夫。大丈夫だよ、リオちゃん。うまい、うまい。かなりいいよ。まっすぐ戻そう、ハンドルを。オッケー。で、ちょっと左、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 オッケー。さあ、今、はい、休憩ポイントですね。オッケー、オッケー、オッケー。さっきより早いね。はい、ここはまっすぐのコース。ここはまっすぐのコース。うん、まっすぐまっすぐ。あ、恥ずかしい。大丈夫、恥ずかしくない、恥ずかしくない。うまいよ、うまい、いいよ。頑張れ、頑張れ。リオちゃん、よくなってます。おい、よくなってる。あ、ちょっと右、ちょっと右、ちょっと右。はい、まっすぐ、はい、いいよ。うまい、うまい、かなりうまい。まっすぐ、まっすぐ、オッケー、オッケー。いいですね。さっきよりはなんか良さそうな感じがする。はい、うまい、うまい、左うまい、まっすぐ、ハンドル戻す。オッケー、うまい、ナイス、かなりうまいよ。で、ちょっとずつ左、ちょっとずつ左ね。はい、左、左。はい、そのまま左。大丈夫、うまい、うまい。あ、いいね。はい、ハンドル戻す。はい、はい。で、ちょっとずつ左。やばい、速い。速くない、大丈夫よ。左、左、左、左。オッケー、大丈夫。で、まっすぐだ。おー、いいね。ハンドル戻して。うまい、うまい。このまままっすぐ。いけるよ、ちゃん。いいぞ。まっすぐ。うまい。ナイス。ナイス。はい、ナイス。帰ってきた。はい。お、どうだ。お疲れ様。お疲れ様です。どうぞどうぞ。あ、さっきと顔色違うね。本当だ。なんか顔色はさっきと全然違う。いかがでしたか、リオちゃん、言って。上手くなってます。いや、かなり良かったです。マジで。もう1回目と全然顔も違くて、うん、でも止まることもなく、うん、はい、で、僕も多分1回目よりは分かりやすく指示できたのかなっていうこともあり、うん、で、リオちゃんもかなり落ち着いてました。おお。なんか、あの、乗る直前にスタッフのお兄さんがこのコース内でブレーキは一切使わないですって言ったんですよ。はいはいはい。最後止まる時だけブレーキ、うん、なるほど、うん、そうなんだと思って、はい、もうブレーキから足を外したんですね。はい、そしたら1個やることが少なくなって、うん、
ちょっと上手くなったような。なるほど、うん、でもぶっちゃけた話、はい、免許取るにあたって車の運転ブレーキももちろん大事やん、うん、でも、うん、一個一個が大事やから。そう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 、ね、うん、まずはアクセルを踏みながらハンドルを切るっていうところの慣れ、はい、この練習ができたっていうところだ。そうですね、これ結構自信につながったんじゃない。やっぱり皆さんが手振った後からのコースがちょっと難しいんですけど、はい、そこら辺からは冷静になるんですよ、うん、その最後の瞬間がやっぱ今すごいうまくいった気がしてる、うんうん、いやーナイスさん、よかったマジで。りゅうちゃんこれもうリアルにどうします、はい、うん、次一人で行けるのか、うん、まだ一人は怖いっていうんだったらもう全然もう一発、うん、トンボとでもいいです、うん、どうします。一人で行きます。うわこれマジでちょっとどう、もう泣きそうになった今マジでそれどういう、いやなんだろうこの感情は、うん、嬉しいです、すごい嬉しい。なんか本当に1回目と走り全然違ったし、うん、ちょっとずつこのステップアップしてる感じ、うん、そしてリオちゃんが一人でやろうっていう、うん、この勇気、はい、それに胸ガーンって打たれました今。また好きになった。また好きになったいやマジでいける、無理しないで。はい、いけます。一人で。はい、 OK、 じゃあ一人で今から乗ってもらいます、はい、ちなみに今回このゴーカートカメラを装着することできないので。そうなんですよね。あの一人で乗る用の道路と二人で乗る用があるんです、はい、なのでちょっと先にカメラマン、まあ、安武が先導しようかなと思って、うん、いいですね。もしも横から撮れたらと思って、はい、もしもひょっとしたらタイミング合わずに撮れないかもしれないけど、うんうん、その方法でやっていきたいと思います、はい、とはいえギリギリまでトンボそばにおってあげる。わかりました、まあ、俺もカメラで行くわ。了解です。じゃあ頑張ってください。さあいよいよですね。はい、りおちゃん頑張って。はい、絶対大丈夫だから。なんか全然違うんだけどさっきと。まあ確かにな、一人乗りだから違うから。でもアクセルあっちだからね。はい、うん、ブレーキを使わなくていいから。頑張れ。でもなんかもう表情にちょっと余裕があるから。はい、自信に満ち溢れてる表情が。だよね、みんな味方だから。そう、ありがとうございます。頑張ってください。絶対行けるからな。行ってきます。頑張れりゅうちゃん、行ってらっしゃい。りゅうちゃん、でもさ、なんかすごいいい感じで曲がれてたから。りゅうちゃん、やばい、知らないこんな道。でも難なくクリア。さあトモさん、はい、今中継地点ね、ね、来たんですけども大丈夫かな。心配やっぱり。ちょっとやっぱ心配っすね。果たして、あ、はい、来た、りおちゃんが。おっ、できてんじゃん。いいんじゃん、りおちゃん。余裕ある、大丈夫。ああ、わ、すごい、すごい、頑張れ。ドーカート乗ってる人たちの中でもかなりレベルが高い走行。一人でできてる。リオちゃん。やっぱ感極まりますわ。なんかでもほんまでもちょっと感極まる感じあるよな。ちょっと表情がすごい良かったんで。だってさ、今日オープニング撮ってる時点でもう絶対無理かもしれないみたいな雰囲気もあったし。いや本当そうなの。1回目乗った後も厳しいかもって感じしたもんね。そう、ちょっと本当やべえかもって、これトラウマより深まっちゃったんかもって思っちゃったんですよ1回目。いやこれ本当よかった、本当ありがとうございます。いやでもとりあえず終わってからや。あ、そうですね、本人がどう思うかやね。確かに。来た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 。
リオちゃん、おぉおぉ明るい顔だ。明るい明るい。どうでしたか。最高。おぉマジ来た。うますぎ運転得意すぎる。マジってそこまでほんまに言ってる。言った。うまかった。鼻水じゃない。ええ感じだった。じゃあもう完全にもう免許目前まで。ちょちょちょ、早い早い早い。いや、じゃあそれはさすがに早いわ。でもトラウマはなくなりました。なくなりました。なんか自分で一人でコントロールできてるっていう強い自信があります。わあ、これマジでよかった。そうよ。なんだったらちょっと楽しくなってないですか。楽しかったね。うわうわ、もうこれ完璧や。やったー。完璧じゃん。完璧だ。やっぱりセンスはあるんですよ。うん。あとやっぱりトラウマっていう部分で自信がなかったからっていうのは大きかったかもしれないですね。そうですね。多分メンタルでした。完全に。そうか。ですよね。うん。まあ、もちろんね、大きな車、今回ゴーカートでしたけども、うん、大きな車とはまだ違いますけども、はい、でもこれは一歩踏み出せたんじゃないですか。出せましたね。うん。乗りたいっていう感じが今すごい強いです。おお、来たよ。いや、これはすごいわ。どうよ、トンボ。いや、マジで嬉しいっすわ。うん。ちょっと本当に無理かもって思う感じだったんで。1回目乗った時ね。はい、あ。で、やっぱりリオちゃんのトラウマって相当根深いなっていう風に思ってたんで、うん、これがこんなにも運転楽しいって、うん、これ絶対リオちゃんこれ免許取れるね、もうね。どうすんすか、免許取るんすか。取りたいです。おお。まあでも急いで取るもんでもないし。まあそうですね。うん。この後まだ時間あるんで、うん、あと5回ぐらい乗ってもらってまだ練習して。うん、そうですね。あとおそらく今こうやって経験したじゃないですか、うん、リオちゃん運転をね、うん、今後トンボと一緒に乗るやんか、うん、助手席乗るじゃないですか、うん、イメトレできるんですよ。確かに確かに。ああ、なるほど。そう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 、うん、助手席乗ってたら、はい、ほんでそのイメトレしすぎて結果的にリオちゃんは俺の予想ね、はい、おそらく左ハンドルの車乗りますそうか、そのシミュレーション、左でこうシミュレーションしすぎてそう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 、もう私こっちの方が慣れてるかもみたいになるかもしれませんけど。かもしれない。そうなるにはまずは免許が必要ですから。はい。でも一歩ね、はい、踏み出せましたから。踏み出せました。わ、これはちょっとだからいつかひょっとしたらおそらく取るでしょう。そうですね。もしも免許取れたら、うん、また動画で教えてください。はい、はい、とにかく今回はトラフグおい、トラフグなんでお前読売ランドに来てトラフグのえ、今日ゆうちゃんトラフグ克服しに来た。違うわ違うわ、トラウママジでリアルな話ですか、はい。俺今日の夜フグ食べに行ったマジなの。マジなの。それでトラウマがトラフグになったなるな。じゃあ俺フグをさばく免許を取れるようにいや、それ面白そうやな面白そうやな。失礼いたしました、はい、今回リオちゃんのトラウマ、はい、克服と言ってもよろしいですか。はい、やったートラウマ、やったー、僕だー、バザーバザーイバザーイ。ちょっとね、はい、あのせっかく、うん、読売ランドさん来たし、はい、楽しみてえなってなって、うん、歩いてたらめっちゃうまそうなケバブ屋がありまして。最高なのよ。買っちゃいました。買っちゃいました。やばないこれ。チェダーチーズ、みんなの分もね、安竹屋、はい、ありがとうございます。買ってるんで、これですよ。これもいいよ。すごいな。うまそう。いただきましょうか。はい、うん、いただきます。いただきます。あ、うまっ。うまっ。おいしい。うまいわ。ちょっとピリッとしてね、うん、もうわんぱく。もう指にチーズ。ごめんなさい。隠れてる。隠れて、ごめんと思ってちょいちょいお姉さんだよねえすごい
すみません、失礼いたしましたもう、もう美味しいんだからハッピーやな、ハッピー、リオちゃんも克服できたトラウマ。いや、マジでね、カメラ止まった後も、うん、本当に楽しかったって言って、もう運転するのがすごい楽しいっていう言葉がリオちゃんの口から聞けると思わなかったんで。そうやな、うん、楽しみは俺個人的にほんまにリオちゃん、うん、なんかイメージないからさ、うんうん、そうですね、運転してるところ、うん、例えばラングラーとかリオちゃんがもし運転したらめっちゃかっこいいなと思うね。いや、かっこいいぞ、ね、いいじゃん。あとはまあ免許ですよね。まあそうですね、めっちゃ楽しみでございますんでね、うん、あと天気に恵まれてよかった。よかった、もう最高の天気、はい、あ、そうだ、最後に言っとこう、はい、今回もいつも本当にお世話になってますけども、はい、ユーミリランドさん本当に撮影許可ありがとうございました。ありがとうございました。またお邪魔します。お邪魔します。最後まで見ていただきありがとうございます。インスタグラムのフォローお願いします。 X のフォローもお願いします。 TikTok のフォローもお願いします。またお会いしましょう。